だね。香川さん。聖地が多分分かってるわ、10分で、うん、でもね、知らん人はね、バンなんて言いたりすんねんな、これ、うん、ね、香川さん知らんからさ、うん、10分です10分です。そのためにわざわざ、そのためにわざわざ配信つけたん誰が香川さんいや、それはないやつ。それちゃうよね、うん、元から配信つけとったよね。あ、そのためにわざわざつけたの？あ、かが、早とっちダメ。うん、せっかくさ、LINE 交換しんねんからさ、うん、せっかく LINE 交換しんねんからさ、ねえ、聞いてくれたらね、わざわざつけてさ、香川さん、うん、すいません、わざわざ、うん、僕のために配信つけて入れ食い？でももう切るんちゃうの配信、高橋さん。え？いやもうちょっとすいませんで、うん、むちゃくちゃ嬉しそうだった香川さん。あ、だから今の最初の何だったタイトル、うん、最初のタイトル。何そう、あかんって香川さん、もうネタなくなったら配信終わっちゃうのねえ。僕らネタなくても配信してんからさ、うん、ネタがなくてもってことでね、ちょっとうん、香川さん8回だな。ちょっとさ、これ位置をずらしたらこうするわ、うん、これな、これでいけるわ。飲み物は買ってくるわ。何する？これ水、うん、レッドブルは？いや、もう飲みすぎたらおかしくなる。え、もっと飲みやん。エナジー、うん、おかしくなる、飲みすぎたらエナジー。でも、おかしくなって言えない。通報やろね、多分ね。だから奥村さんがコメントに反応してるからダメなんやろね、多分。画面見て、音楽これぐらいがちょうどよくない？みんなシートベルトはしてたよ。でも、シートベルトしてたからコメントに反応してたから、画面をチラチラ見てるっていうより、目はこっちを見てないけど、コメントを読んでたりしたらそうなるのかな、多分。これぐらいこうしといたらいいかな。じゃあマユがテンストさんとさっき LINE したとか言ってたけど、なんか企んでる。タコとマユできてんの？よしろん匂わせてた。マユちゃんが天然さんとLINE してますって。これはないと思うけどね、さすがに、反応で。いや、だからコメントにいちいちアイテムが来たら「どん使え！」とか言ってたらいけないんじゃない？分からんけど、運転モードになってなかったら。ニコの5倍、ナイス、ありがとうございます。多分ね、リープが来たよ。え、奥村さんとまゆちゃんが、うん、連絡を取り合ってるって。なんか台本組んでない？なんでやねん。なんでやねん。まゆちゃんが匂わせ発言してたって。あ、ともさん。いらっしゃい。うん、で俺がまゆちゃん連絡取んねん。うん、
バンの間に、うん、何それ、ピュレ、ピュレ、ピュレグミ、あまり言いたくないけど、最近タコ相沢並みにバンになったり落とされるな。でも全部運転系でしょ、うん、リンちゃんなんか俺嫌な予感するな。なんか酔ってない、なんか悪酔いしてない、大丈夫？さっき見たけど悪酔いモード入ってなかった、なんか大丈夫？降りるとか言ってる？ちょっと待って勘弁してよ、もう実家来て、トモさん、ニコのゴバイラス来い。え、トモさんか、いけんじゃないの？かなり酔っ払ってる、大丈夫？痛くなるね、こっちも。天然さんが家臣と話してるときに車上荒らししようかな、家臣の車こっち釣ってこっち釣ってリンちゃんの配車切れた？マジで落とされた？バン、バン、今度はリンちゃんがバン。あ、切ったの配信。なんで切るん？あ、自分で切った。家臣が消したの。切ったんだ。大丈夫？あ、アカウントあるんだ。家臣が日記を見せないから切った。本当向かってんのかな。やめてよ、川崎町。まあ、じゃない、友達、川崎には向かっているんですか、ちゃんと。大丈夫ですかね。バンじゃないんだったらいいんだけど。一番まともな、まともな、父さんやの、絶対。高速、ああ、じゃあ大丈夫だ。じゃあ大丈夫。ベロベロで、銀が。幕張？張りだったらこっちはね、あと30分で着くんですけど、アメリカンドッグある方ね、アメド、アメドお願いします。うん、日記見たいよね。車の中のものを漁らないでくださいって、なんかしきりに言ってたから、なんかあるんだろうね、多分車の中に。ピュレグミ食ってますね、奥村さん。いや、あ、奥村さんが落ちたのはね、運転、配信してる人は運転モードにしてくださいみたいな警告が来てた。22時40分じゃ一緒ぐらいじゃない？ちょっとこっちの方が早いか。あと27分。俺たちはね、半までには着きますわ。りっちゃんからありがとう。ともさん、ニコラスカレー、バツくん
ぱいいますもんね、これ。トモさん、ラスコイ。あざす。やっぱいいます、乗るわ。うん、つけたら。うん、通知今、通知。何見てるの。もうこんなにおんの、1000ぐらいおんの、今。せいじさんのこと、こっちで割れてんじゃないの。枠だから、いや、大丈夫よ、奥さんはずらしたもん、それ、こもってるやろ。そう、うん、Bluetooth、やっていい。あ、忘れてきた、置いてきたわ。 Bluetooth って基本こもるでしょ、全部、うん、ピンマイクつけたら。トモさん、ニコ投げなんつけ、なんつかすかい、トモさん。トモさん、ニコ投げなんつけ。トモさん、プラチナさばきだね。ニコダンスかぁ。トモさん、当たっちゃったっていうのは聖杯が当たったってことですか。マジでドンツク、匂わせ。これ俺昨日聖杯売りに行こうと思ったで。聖杯ファンダ3つどうですかって、
マジで。いいです1個。あのリンがイベント出てるんじゃない？リンちゃん出てるから。うん。リンちゃんでもシンデレラやったよ。あ、そうなん。うん。マジかよ。リンちゃん前半、あ、じゃあ余ってんのか。これさ、俺がトモさんの立場やったら、俺聖杯当たって言わんなの絶対に。でもトモさんがここの放送で聖杯当たったっていうことはそういうことやんな。まあね、まあまあそうやな。そうそうですね。トモさん、この放送枠で当たったのかな、2個投げで。うん、違う。あれ前半で聖杯からさんかったん。いやー待ってたと思うけど、どっかに投げたんじゃない。俺確認してない、何個残ったか。どっかで使ったんじゃない。でも俺100個で聖さんのこと当たったもんな。あ、そうな。当たる人は結構当たるやん。あれ最後聖杯不足なかったの。不足。うん、いや不足はなかった。あ、やっぱからさんかったんや。うん、だからさ、これまだプチューン出てへんやろ。出てない。うん、100枚で100万。昨日ぐらいからついてた。当たっちゃったって。どこで当てたんやろな。でもここで当たったんやったら言うんじゃない、当たりました。今日の昼にタワクで遊んで当たった。ああ、ここじゃないって。ここでいいんや。ちょっと熱いでな。激熱やで、100枚で出なかったら山分けも何も多分誰も当たってないから総取りだと思うよ。総取りやで。うん、バッカバカ言ってもらうんだ俺。一人占めやん、バッカバカ。出なかったら出なかったで、ただ釣りで運営が持っていくだけやからね、ただ、うん、なんか聖杯もさ、あの残り時間タイム出してほしくない？あ、5分から 4.59、4.58 とかさ、わかりにくいあれ。タイマーつけてほしいよ、あのルパンのパチンコみたいな。わかりにくくない？リスナーさんもなんかさ、いつ始まったかわからんでしょあれ。なんか俺は8時50分とかやったら50分から使うから55分終了と思ってるよ。あー、トモさんランツか。使い、トモさんねえ、バトルタイム欲しいよね。トモさんランツかい。トモさん頑張ってるよ、みんな一人で一生懸命今。トモさんランツ、ニコナイス。ニコナイス。これロングじゃない？ロング、ロングだから。コスアップするかな？コスアップ。今回ステップアップチャレンジやった？うん、やってない、やってない。最近やってない。トモさん、ニコナゲどっすか？前、1000個だけチャレンジやってんが、うん、誰も逃げた。俺、100個だけ無理やったよ。うそやん。50ぐらい止まった。いや、無理や。300個は減らしていく方が楽かも、逆に。あ、え、あの100個投げてどういうこと？1個から2個、3個、4個。あ、ステップアップ。無理やった、できんやん。ステップアップは確かレベル87で終了したな。うん、あれやってないん？100個投げチャレンジ、200個投げチャレンジやったことない。飛ばんもんだって。めちゃくちゃ儲かんで。すんごい儲かんで。相手も1個投げでも当たりますよ。いいよ、ここで1個投げチャレンジしても大丈夫。今やってよ。当たる当たる。1000分の1やから。だから分かりやすく言うと、パチンコで1球ずつカチャンってカチャンって入れてるか、ガチャン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 ってやってるかと、その違いです。まとめて打つか1球ずつ打つか。トモさん2個投げですか。トモさん2個投げなすこい。トモさんロングや、やっぱこれ。これやっぱ久々にこの BGM 見た。
しようかな。あかんのさ、青ったら煽りすぎ、うん、青だと止めへんねんな、うん、青とダメよあんまり、うん、分かった。これあの悪い例ね、典型的な勝手にこっちでね、うん、そうそうそう、投げると煽って投げさんの気を損ねるの。投げでも当たる人いるんでね、爆投げしないと当たらないとかないですよ。当たる人は当たるんで。トマさん2個投げらすこい。やっぱ来る、やっぱ来る、ちょっと様子見。トマさん2個投げらすこい。買いに行ったかな、トマさん。トマさん2個らすこい。2個らすこい。トマさんにこれロングや。トマさん、ロングロングロング。ほんまかよ、ほんまに。トモさん、ワッチの爆投げし、トモさん、トモさん入ります、いらっしゃいませ、トモさん入ります、どいてよ、どいてよ、どいてよ、これに便乗して1個投げチャレンジお願いします。便乗 OK、 便乗、お友達だけできる人ね、お願いします。先にキュンピなし、一個のスカイ、一個のスカイ、一個、トモさん二個、どっつく、トモさん1個、トモさん2個、トモさん2個、トツくん、トモさん2個ですかい、1個の5倍、2個ナイス、トモさん、トモさん2個ナイス、トモさん1個ですかい、1個投げ1回ね、吸引、2個投げ2回ね、3個投げ3回、2個ラスコイ、5個の5倍ナイス、ロック、ヨーノスティグナイス、吸引、交換ダメ、交換ダメ、ダメな、こっちでロックアスカイ、あんまないよな、うん、
でも単発で終わるし、うん、アメリカンドッグ投げてね、アメリカンドッグ。これさ、縮まってんのこれ、三浦さんと地立もや、地立もあと10分ぐらいや。あと10分やな、うん、あと10分。ほんで川崎の駅に着いたらさ、詳しい住所教えるわ、詳細。あ、向こうに、うん、めちゃくちゃ安い、あの行きつけの住所があるの俺、川崎に。うん、あと425万だって、たったの。たった、あ、うん、あ、そんなもんな。もうちょいや、もうちょいや、明日ぐらいに行けんじゃの。1000万ポイントぐらい入ってんのもだ俺。全然425万かよ。下からハイボール小雪川が迫ってきてる、マジで。何ポイント抜かれそう、ハイボール小雪川さんに。残り9分です。残り9分。聖者のすごかったよね。だ初日で300、400万ポイントくらいいったもんな、ね、初日やね。大丈夫？暴れてない？2万ポイントってどういうこと？聖杯を使って上がったポイントが2万ポイント増えたポイント、うん、終わったよ。事件、のぞみってアルファベットの新人無加工美人配信者あられる。ブラックシェーンの事件、切れ出してる自分。
しなかったら引き渡さないって言い出してる。おかしいもん。ないな今イベント4位。いるやん。トモさんが投げてるよ。バンなんで暴言吐いたら。ジャパンさんってさ、なんか選手のところに投げてる人やんな。その上は小吉くんやから無理やろ。有心ジャパン。6番9戦差一発やっといた方がいいんじゃない。着いたら天然さん、あ、次で着いたら一発やろう。あれは配信つけたらきっと忙しいな。さあ皆さん、まもなく到着です。残り3分です。22時半から、早速行くん。じゃあ行こ投げらつこい、ブタちゃん。ありがとう。
ほぼ寝てない。イケイケどんどんせやな、あれ、うん、イケイケどんどん、やばいだ、あいつ。あ、心20倍ドンツクラスカイ、おもちゃん、ナイス。うん、髪の量が多いね、俺。髪が細いくせに毛量が多すぎるから、なんかね、ボコボコになる。川崎駅はあと1分。あと1分です。アンド見てるかお前。アンヌ。髪型が決まらんだよね。ところでさやかどうしても電話がしつこすぎてブロックした、さっきも。酔っ払って、あのジャジ酔っ払ったらもう話しならんやん。さやかで、あの、この前言ったでしょ。そう、あれよ、わけわからんやん、長くなるだけで。もうブロックしたわ、もうとりあえず。うるさいもん。今川崎ここやで今、うん、この前の駐車止めたんやけど、あそこは多分一番わかりやすい。俺たちはもう着いたんだけど、あっちはあと20分ぐらいかかるんじゃないと思う。あ、川崎2個あんねこれ、路線が。
リンちゃんがおしっこ漏れそうでどっか寄るかも。カシンが飲めばいいやん。ねえ、でも実際にそういうプレーあったらしいで、うんうん、そういうプレーが、あの切れたナイフと切れたナイフが、うん、リンのおしっこ飲んだらしいで。これガチ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 。ナイフがこの前言ったもん。リンちゃんのおしっこ飲みましたで、うん、お稲荷くんも好きらしい。おしっこ飲む、まゆちゃんに言ってたよ。なんでおしっこ飲みたいって。嘘やろ。言ってたよ。あ、ないっすね。あとで10分ぐらいやれば、うん、押してる後でみんな。さっきふわっちやってないもん。だから200ナイスぐらい押してください。いつもどこ飛べたっけな。分からへん。これここね、これラゾーナでどっちやろ。これヨドバシとか、ヨドバシカメラの前ってどこなん。これじゃあヨドバシカメラで、あ、見えんのか。これどこ、これ左かな。ヨドバシカメラのあそこで川についてる。川か左左。あ、これ左か。これが芸球なん。なんなんこれ、分からへん。これラゾーナの逆側、ヨドバシカメラの向かい側に大きい駐車場あるんです、そこ、うん、逆って どっちに逆。これ左ってこと。多分左だと思う、左やと思うねんな。俺も吉木さんみたいに事故ったら。曲がりたい。誘導してあげないってどういうこと。いや、大体もう分かる。困らすぎたな、小腹。なんでみたいな。今ここっすね。これ西口って言ってるよ。え、どこなんここ。反対側じゃないの。じゃあ仲見世商店街。佐野さん家行くときに、うん、いつも止まってる駐車場あってんか、うん、それがこの辺、うん、
がラゾーナな、お左が。ラゾーナどれなん？いや、ラゾーナは、どこなん？もっと右？あ、川水ってこれね、川崎水族館。この目の前にあるやつ。これ川水で読む。あ、これ水族館なん？水族館で書いてあるよ。あ、そうなんこれ。あ、これ水族館な。ラゾーナは駅の向こう。ラゾーナって何？イオンモールみたいな感じ？多分もっとでかい。俺一回だけ行ったことあるんだよ、ラゾーナって。ララポートみたいな感じやんな。そうそうそう、ショッピングモールやんな、大型の。さっきオワコンさんの赤検索しても出なかったので、交通系でバナだったのってちゃうっすね。違います違います。長いなこの信号。これ左曲がったところに止めるわ俺。うん。あ、これ無料なん水族館。ここ。俺この前ここのヨドバシに あれ買いに行った。モバイルバッテリー。いや水族館海遊館で十分やわ。この時間安いやろ。昼間高いよ。昼間鉄の家行ったらさ、もう駐車場で2,000-3,000取られるんだよ普通に。マジで。うん、俺この前5,000取られたもん。駐車場。ここでいいんちゃう。バスケットコートや、うん。それでは皆さん、間もなく開演でございます。50万か、うん、もうちょい話しな。100万を話さないと、うん、おいよ。10時40分ね、10時40分、うん、20時40分奥村砲発射します。聖杯伝説名残書、うん、16な、16か。しゃあBGM がこれ、OK、22時40分ね、聖杯行きます。よろしくお願いします。下から詰まってるんでね、下からも。まあちゃん行ってる。まあちゃん待って、いらっしゃい。聖杯持ってきて、いってる。まあ、ちゃおうかな。聖杯あります。誰か。聖杯なし。あ、あるわあるわ。あ、
ミーちゃん行ってじゃあ、うん、ミーちゃん行って。